く前に頼んでたゴールデンウィークの最後の日に来た。やった。お肉。お肉。嫌がってる。新種のアジサイ、あのね、これをね、今度私、地植えするの。あ、そばに。そう、これ。それですごく今ね、地植えできるから、うん、お母さん方の間にも大人気なんだって。よかった。真正面見せて。どういうこと？そう。いや、あーちゃんの真正面じゃないの。なんか桜みたいな、ね、すごいね。なんか丸くなくて珍しいと思ってね、うん、来年絶対もう咲かしてみせるから。そう、あのアジサイは多年草だったから、うん、そうそうそう、カーネーションはほら、うん、1年で終わりじゃない、ね、だから ね、来年も楽しんでもらえると思う。あのね、 NHK でやってたの、うん、うわアジサイいいなと思いながら。あ、本当？よかった、新種やった。え、これ去年あげたやつだっけ、このコチョウラン。おととし？え、去年何あげたっけ。去年はね、カーネーションかな。あ、カーネーションか、うん、去年はカーネーションか。え、なんであれだ感じなんだ。ユーランナー、これ毎日あーちゃんに乗ってんの。タルちゃん、パパさん歩いてるね。ダウンできる。遅い。あ、でもやっぱ遅い。これパスタ君も歩かなかったんだけど、同じだ同じ。歩かないんだよ。もうちょっと早くなるの。これでも人間用だからね。一緒だ。びっくりしてるよ。なんだって外でやんなくなった。ガリガリ言ってるけど。ちょっと前より早いよ。もう逃げ出したくなってる。もういいよいいよ、危ない。いい？どうぞどうぞ。ほら、出歯だとね、出歯だとすごい、うん、すごい切れる。あ、でも結構食べるね、朝ね。あれでしょ？はい、カットして 9枚できて、さらに今パパさんが出歯で切って、さあこれで焼きますよ。マナちゃんたちも食べられるよ。やったー、食べる？お肉食べる？食べる食べる食べる、お肉食べる食べる食べる、やったね。お座りお座り。ほら、マナちゃんはね、朝ごはん食べてないから、うん、はい、はい、お座り、はい、あ、お座りおりこー、はい、よし、はい、はい、よし。びっくりしてるよ。あーちゃんの声にびっくりしてる。はい、残念、お水なんです。おいしかった。
味がついてる。あら、いや、マヨちゃんはさ、マヨちゃんはだいぶ大きくなって太ったね。ほら、びっくりしてるよ。なんでびっくりするの。すごいデリケートね。